はい、えー、レック専任講師宮口です、えー、今日はね弁理試験の論文確問対策ですね、えー、これのですね非常にあの定評のあるゴールドウェブ講座理想と現実ですねこう,こうやって理想と現実草案、ねえー、これの論文確問平成28年分すごいですねこれね あの来年あたりは30年になるかもしれませんがね。はい、えー、私はあのレックで教えている弁理士の宮口と言います。はい。えー、このね理想と現実はなぜそういう名前がついているかというとね、まずあのー、理想と現実のうちの現実とはね、少なく書いてあ合格点を取るというねあスタンスに基づいております。ちょっとねたまたま今開いてるページがありまして。 平成2あの私ね収録も今してるんですよあの同時進行でね平成30年を,を収録しましたちょっとだけ見せてあげますね平成30年えー、っとこれね平成30年の特日一の答案なんですよで、えー、イメージねほらあのー、まあ俺が邪魔なんだけどいいです邪魔でほら答案が <laughs> 見えると本当はまずいからねはい。 でえー、ここで終わってるんですよほら短いでしょう以上ここで終わってるんですよ短くないですか普通のよくありがちな模範トはンに比べてねであのー、こういうねあの図もついててね分かりやすいで色,色分けにもちゃんと意味があるしねああ緑はュウスケとかねえー、で今度はねあっと今度はね理想のとはん見ますけど理想のトはンはなんとね、えー、結構長いですよね 長いですこれ左上から始まって右下までよくありがちなねそういうことなんですよなのでえー、あの少なく書いて高得点を取るっていうね、えー、これはね特にあの皆さんの中にもいるでしょう書くのが遅いわって言ってね悩んでるでしょうあの私の指導のもとへね書く量が少なくても合格点取れるぞっていうことをね教えてあげます。で理想の答案これはね まあ正直ね難しいんですけど時間限られた時間の中で理想の答案を書くのはね難しいんだがあのととでは意外と参考になりますなぜかというとねああ特実はえっと120分で2問だからたそんなたくさん書けないんですよだから簡潔,簡潔なこの現実答案の方がいいですね。で「意証・商標」は90分で1問まあ1文字も説問が2つだったり3つだったりはするんだけどね あー特実に比べると余余裕裕ががあありりまますす時間的余裕がありますだからね、まあ、理想の答案もあのきちんと見てね大体4ページぐらい書くにはどうすればいいかみたいな工夫をすればいい。だからねあのこういう使い方もありですよ。現実答案を見てなんかこの辺足りないなと思ったらね理想の答案と置き換えるんですよ。そのパー,パーツ単位で見,た見比べて ね、ここは簡潔な現実さんの方がいいけどより詳細なあ現理想の答案の方が、ね、この問いに対する答えとしてはあベターだなとそしてこう自分なりにカスタマイズしてね、えー、自分として納得できる答案を作り上げることもできるねまあそんな感じです、はいえー、っとそれではですねあ抗議進行モデル2つありますよ。ね えまず、ね、初学者の方初学者の方はあの入門講座とか同時並行で聞いていると思うんですが、あのー、まずね、講義を主張してほしいなと私の解説講義と同時にね、まあ、予習しなくてもいいです。はい、で、えー、現実答案と理想の答案解説しますけど、あのー、現実の答案の方が、ねえー、私は重視してます。と、ね、いうのは理想の答案って、 まあ現実答案を膨らました程度のものもありますそれは重ねてあ解説する意味はあまりないかなと思います皆さんが後で見比べてね現実答案である程度私は解説しますから理解は十分ですその上でより表現をねこう厚く膨らますとどうなるかみたいな参考にすればいいただああの現実答案と理想の答案でね答案の結論とかを変えてる場合があるんですよ。 ああ論文の問題っていうのはね結論が違ってても構わないような問題もありますからねあの理由付けが重要というかあそういう場合にはねちゃんとあの現実草案はあ肯定説を取ってるけどあ理想の端は否定説を取ってるぞみたいなね問題もありますからそういうところは両方ともね力を入れて解説しております。はい、そしてててあ,ある程度あ分かっったと私の講義を聞いて色も塗って 理解できたとそうするとねまあすぐすぐ書くとそれは書けますよだからね例えば1ヶ月ぐらい置い置てあの,その問題を取り組むんですよあの私はね解説冊子を中心に解説していきますからまあどういうことかというとさっきの,あの平成30年でいうとねまあほらあの私がこうやって蛍光ペンでいっぱい問題分析をするために塗ってるんだけど。 あのえー、なんて言ったらいいのかなこれこれ塗っちゃったんでねもうどうしようもないというかい要はあの塗ってないまあ、あの問題冊子を見てほしいんですよこれ解説冊子の問題ね解説冊子の問題じゃなくてあの問題冊子っていうのは配られますから問題冊子あの真っさらの問題冊子を見て、えー、それで取り組むんですよあそうかそれでまた色を塗ってまた繰り返し使いたい人は うーんそうだな例えばコピーして使うとかね色を塗る前にちょっとコピーして <laughs> ちょっと面倒くさいけどまあそういう使い方もありだと思います。ね、あ,あのそのせ要ないわあの色を塗っていいです問題察しもあの。どうしてもまた2回目3回目4回目で繰り返したい人はねあのもう色を塗った前提で見てもいいしまっさらな状態で見たければ特許庁のホームページの,あの過去問が載ってるページがあるじゃないですか。 ね、まあそれをプリントアウトしてやってもいいわね。あはい、でとにかく何が言いたいかというとあの1ヶ月後にやってみてもう記憶がゼロだったとするねこれはあまり好ましくないんですよ。ね、あ記憶が若干残っててそこそこ書けるっていうんであれば結構定着してるということです。 その感覚を週週間にしたり2週間ににしししたたりりてこう短くするんですねそうすると記憶が残っててあの、まあ、満点とは言えなくてもある程度書けるぞっていうねそういうその状態であの2回目を取り組むとすごく効果的なんですよ。あの忘却曲線をこう利用した勉強法なんだよね、まあ、そういうふうにしてやってみてください。ね、あの2週間でもダメなら1週間で感、ね、覚を短くするということです。ね で余裕すぎる場合には逆に開けるということですよ。はい、じゃあ学習経験者の方ねああこの方々というのはある程度実力ありますからあの自分で、ね、予習して私の講義を聞いてください。で予習ではあのもちろん時間がもう余裕がありすぎる人はねあの、まあ、浪人状態みたいな人は答案書いてもいいけどなかなかあのそうじゃない人も多いです。だだから答案構成だけでいい あ項目を列挙してそれが合ってるかどうかイエス・ノーだったら結論、えー、答えて理由も、まあ、簡単にね、えー、メモしておくその状態で私の講義レジュメを見て確認をしていくっていうねそういうスタンスをあの貫いてほしいですねああの経験者の方はですよ。はい、それであのこのね自分なりにあの足りないものを学ぶとね 現実と案理想のと案例えばね。あの何て言うか、自分に知識が乏しい人はね。あの現実と案だけじゃなくて、理想の答案も見て、あの特に一行問題っていうのは、えー、知らないと書けないわけだからね、えー、ある程度その基本書に忠実なあ。理想の答案、これを見た方がいいですね。現実案はね。ちょっと端折ってるんですよ。まあ、私もねこう。あのあえてあえて。えてこの？ あそのままの基本書を丸写しじゃなくてちょっと端折ってこ,うこなれた表現で書いたりしてるんでね、うん、で理想の答案は基本書をなるべく崩さないで書いたりしますあと根拠条文も、えー、とさっき私がねあの記憶に残っているのはねあの商標法で答弁書といえば条1項なんで,すよで現実答案の根拠条文としてはそれでいいんだけど理想の答案の根拠条文としてはね、えー あのまあ商標法のね56条1項で準用する特許法134条1項っていいあとあのこれ失礼でしょ特許法の弥生の13であの外国特許出願において翻訳文を提出せずに取り下げぎ犠牲になるとね拡大戦がの地位がないよねあれの根拠処分どうですか <coughs>、えー イアヨの十三カッコは来て書くでしょう。まあまあいいんだけど、それでもあ正しくはそうじゃないですよ。正しくはイアヨの十三で読み替え適用する二十九条の二カッコはきなんですよ。これが本当は正しいです。ね、そういうふうに区別しますがもうあのまあ減点されない程度に時間かけずに書こうよというスタンスが現実とはね、パーフェクトになるべく目指すのが理想のトーンだよね。<laughs> はい。 で最新の改正にも対応します。令和5年にもあの改正、対応しますよ。例えばね、えー、っと、私の記憶だとね、えー、平成23年、平成23年ね、23年の、ああ、ちょっと過去問見せますわ。ああ、これね、えー、平成23年ですね、ほら。ね。 これ、ね、令和5年改正に影響があるんですよ。ねあのー、まあちょっとこれ答案だから見ない方がいいか。一応ね、真相例のところで令和5年改正の影響を受けてますんで、ちゃんとそれに対応します。つまり何が言いたいかというと、きちっとね、あ令和5年改正に対応してるいうことです。で、まだね、青本とか改正本が出てませんので、 理由付けがないんですよだからそれが出たら出たでねあの改正会というのがあるからちょっといいですかあのスケジュールもね充実してますよほらあのここでね、えー、ある程度ね、はいえー、平成21年から令和4年まで第14回まで改正しあのに対応する形でね回数をこなします。第15回が令和5年度今年のね本試験です。 えー、7月2日に行われるでその後オリジナル予想問題特実衣装ね、えー、で令和5年改正でねその後ほら徐々に徐々に分かっていくことがあると思うんですよそれをあの事後的にですねあ,あのここで理由付けとか分かったらねフォローしますからそんな感じですはいでえー、っと長あ申し込みはね7月2日 三、えー、日ぐらいからできるんだけど、あの市、ー、長ができるのが八月二十四日からですわ。えー、あ、あの例示名はね、あのー、あごめんなさい。あのー、この、ね、平成二十一年から令和四年はね、もうあれよ、七月三日から申し込みもできるし市長も可能だからね。うん、危ない,危ないこれはもう申し込んだらすぐ七月に入ったら市長可能です。はい。 それで、えー、最終期限がね、あ見えますか、来年の2024年7月31日まで視聴できますよ。あで、お値段9万5000ですねあ、あのー。そしてね、えーと、平成8年から20年はね、これはちょっとね、あのこれはさすがに工業をやるとね、もっと値段が上がっちゃうんで、あのこれはレジュメだけ。ただだレジュメだけ見ても 分か,り分かりやすいように私がいろいろコメントやら解説をつけてますからね、えー、大丈夫です。どうしても分からんかったら私に質問すればいいから新宿エルタワーに電話でもしてくれればあの俺があのた答えます質問に対してね。はいということで皆さんあ、あのーね、改正にも対応してるしオリジナル問題オリジナル問題もねこなすし。 様相、えー、問題1回分やるよ。特日衣装ね。はい。で合格者の声。一発合格には必須の講座だと思います。テキストがボロボロになるまで使いました。論文合格のためのエッセンスが詰まった講座だと思います。ね。これはあの俺じゃないからね。合格者の声だから。はい。過去問を特載に何もないと自分の答案の良し悪しが分かりませんが、理想と現実答案は過去の過去問の解説と答案例がついているので。 過去問を解く際の指標になる。ああ、長年の勉強で大いに役に立ちました。まあ、長年やってこう受からなくて、これを取ったらね。すぐ受かったとそういうパターンの人ですね。はい、終わりです。はい、皆さん、それではね。あの理想と現実へ、えー、今年はね。論文過去問28年分ありますね。楽しくも厳しい。この論文、過去問対策、私と一緒にやっていこうじゃありませんか？ はい。それでは、アレック専人講師、宮口がお送りいたしました。どうも、ご清聴ありがとうございました。